はい、PC2 版ウィザードリー5、おまけ枠。箱大冒険、和骨です。はい、昨日ソーンさんをね、倒しましたんで、あとは地獄で、地獄を探索する。探索して終わりましょう。その前にしかしレベルを上げないとですね。和骨です。ウィザードリー。いけませんかね。はい、サンジさん、ヨシベイさん、スーザーさん、いらっしゃい。ジグザさん、ありがとうです。それは、未知なる力を秘めたものである。ジニアの侍に転職させとくか。かつて、カズサトシキさん、ありがとうございます。内臓見とこ。ワコツンです。地獄に踏んで大暴れ。ワコツです。おまけ枠と聞いて。5個目さんいらっしゃい。ヨシベイさん、ゴドルフィンさん、ありがとうございます。ワコックス、キジ太郎くんは地獄で、いやー、できない。農協牛乳選手。てってれーん。ついにキジ太郎くんが猫侍に。猫侍になりました。あれ？どこにいるの、キジ太郎くん。再会なの？あ、再開になるんだ。アガトダイモさんがりです。猫侍になりました。あ、またエンディング見られるんだ。いい、あの、ハイにしたらね、何度でも見られると思う。上がる前でセーブされてんだ。ラックスは1レベル成長した。チェイシン更新を得て新しい字も覚えた。1ポイント14ポイント増えた。やったぞ。兄貴は1レベル成長、力、知恵、運の強さを得た。和骨です。ここは地獄の激戦区。トモさんにいらっしゃい。次のレベルまであとは177,140。レトラさんも1レベル成長して、新しい字も覚えた。黒金さんいらっしゃい。1ポイント5ポイント増えた。あ、キジ太郎くん転職する前に。ツヤしたら1レベル上がったかもという懸念が。その懸念がありますね。ちょっとやめとこう。その懸念があるね。いっぱい経験にもらってるね。1レベル上げてから転職した方がいいね、絶対にこれ。トモさんあれです。もったいなかった記憶からね。ヒットポイントプラスワンがありますからね。レベル上がって転職が一番いい感じですからね、ちょうどね。ワッチさんありがとうございます。トモさんありがとうお金さん、ありがです。キジ太郎くん寝た時に自分だけ成長痛がしなかったのに違和感を覚えたようです。成長痛はしなかった。和骨です。はい、バーストさんいらっしゃい。
あ、ピータルが上がらなかった。11万3776ポイント上げて、あれですかね。そこ。あら、コボラにさっきの方が成長が良かったね。うわ、さっきの方が成長が良かったね、コブラにね。質問に結構上がったのに。うわ、吉村さん、力を失った生命力だ。質問に大きい質問に。1だけ桁違いの必要経験値数でした。和骨です。え、10万ゴフされて。113,576ですね、覚えておこう。あの井戸が良かったよね、確かね。4000ぐらいもらえて、あ、決まった。一番最低です。ドファイ。まあ、ロールで読みましょうか。8球に飛ぼう。下に5回。これは南に8だから。南に8か、南に8の西に8、あ、違う違う、南に9の西に8だね。うん、テレポート、パウさん、ありがとうございます。はい、4イエーイ、トリトン、ゴー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 、トリトン。あ、バグってる。内蔵音源の BGM が流れない。なんてことだ。イエーイ、再開し、あれ、ここと、なんか経験値が少なかったね。あれ、ここ多くなかったっけ、ここじゃなかったっけ。あれ、1554だっけ、だったの。4000ぐらいくれるってことどこだっけ、違ったっけ、ここじゃなかったね。ワコです。パイセンさんいらっしゃい。4000くれたところどこだったっけ。あ、ここか、こっちだ。ちょっともう一回ワープしよう。ここじゃない、こっちの方だ。ここはアモリさんでした。 8から西に8から、東に23だから、東に23だから
東2だから82プラス23だから31か。東に31。1回のショートカットも試してみます。あ、そうですね。レベル上げた後もう一回試してみる。あれどこに繋がってんのかね。結局7階で見つけられなかったしね、階段を。南に9からだから、南に9かな、南に1だから北に8ってことですね。できた。こいつが経験値欲しかったんだっけ。スワンプシーン、スワンプシーン。あ、おいしい。これがおいしい。4441だ。113576から、さっきいくらだっけ、3000ぐらい稼いだから3000引いてで割ることの4441で割ると24回で切り太郎のレベルが上がるから、それで帰ろう。今1回ね。ウォーウォーイェイ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 、プギャップ。ウォーウォーイェイウォーイェイウォーイェスウォーイェスウォーイェイウォーイェイウォーイェイ、プギャップ。どうせならワッショイプラープラーで笑う。ワッショイプギャップギャップ。デキ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 デイエーイ。プンギャリ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 プンギャ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 リプンギャプンギャリゴン。このバグはなんでなるのかね。途中でユーティリティで変えたらダメなのかね。何回やっけ今。5回目。5回。おっと、余計な敵が出てきた。エンシャンスブラッドワイヤー。 Yes。 6回目。 OK。オーイエス、オーイエス、プニャプニャ。7回。9回。プンギャプンギャリドン。10回。
ゴー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 。11回よし、13回14回何回だっけ20何回だっけイエス15回16回17回18回19回20回はい、21回22回あと3回25回までいったらレベルアップだキリ太郎23回何回で101話出るかな？わしたらね、何回で出るかな？出ないな、多分。何回だ？ 24 回よし。これがラスト。これでキジニャンはレベル上がったんで、ちょうどレベル上がったとこで侍にしよう。で、侍でまた10回ぐらいレベル上げたら、レベル1じゃね、ちょっとね、攻撃通らないから。よし、これで帰ろう。帰りますよ。今6回ですから ロール5回上に5回そして、東に23の地点ですから西にマイナス23西23そして北にあ南に自体が北に1ですね侍になるんですかロゴのキジニャン侍にしとかなきゃキジニャン侍になります最後ね最後の最後ですからまあ最後の最後ですからね一応
さあ私の計算が、あ、確かなら、ギニアン計算がノー、いや、1回26回だった、あら、回数数え間違い、1455、計算が合わない計算があれ、回数が、いや計算は合ってたと思うんだけど、計算回数数え間違えたっぽい、いやー、1455か、1455ね、線がもうちょいだな、1455なら1回のあのゴーレム倒したら1000ぐらいもらえなかったっけ、ゴーレムで1000もらえた、なんか1回だけで1455ぐらいなら稼げそうだもん、思うんだけどね、あ、これで内臓系治るかな、1回街に上がったら治るような気がするけど、あ、そうだ、ついでに1回戻ってきたから、鍵開けコーナー体験しましょう、鍵開け体験プレイ、鍵開けするから飲みる輪はいらないね、リトフェイトはかけとかないといけないね、よし、重い音、あれ、まだ復活しないね、なんでだろう、まだ復活してませんね、効果音が、効果音が復活がしない、おう、ウォーイェイ、ウォーイェイ、よし、鍵開け、開かない、まだ開かない、なぜだ、和骨です、ライアブロスさんにして、あ、すいませんね、わかってる、高さ先生、まだここ開けられない、このコブラにて鍵開け下手なの、というか17、素早さ18、それなのにね、兄貴、修行が足りてませんぜ、修行がないのかね、いや俺の鍵開けは完璧だぜ、完璧ペキよ、おかしいね、和骨ギリアン結構死んねんやね落石中さんに、あの死んだら大体リセットされてるからね、それでも2回はやられてた、死んだらリセットがあるから、あー、おかしいね、はい、カズペンさんでしょ、 OK、 でも開きませんぜ兄貴、兄貴開かないね、バンディッツ、このクソ野郎、デデデデン、よし、今400とあれって言ったから、あとゴーレム倒したら上がるんじゃない、お、ゴーレム倒さなくても上がるんじゃない、これじゃん、おらんせん、
ルンルンタンルンタンルン。ポンチー。バンパイエ、どうも。はい、どうも。ポンチー。これがわりかし経験値が序盤ではいい方だからね。いや、1092。よし、上がったんじゃない？上がったよね。ポンチちょっと受けてんじゃん。誰ですか、こんな弱いところで1ポイント減らしてるのは。ギニアンレベルアップ。ワコシエルさんに、やった、ギニアンレベルアップ。知恵と信仰者を失ったが素早さと運の強さを得た。おお、1ポイント、22ポイント得た。やったぜ、22ポイント。イエス、これで堂々の侍になれる。立派な侍よ。お前さんたちは、キジニャンは立派な侍になった。キジニャンとは、笑い。まあ、猫ですからね。あまり賢くない。賢いニャン、賢いニャン。でも、ここ左からしか、左だけなんだけどね。サズキアート省略、侍になるにゃ。ヒットポイントが22上がった。やったぞ。ポンティでーい、ポンティ。よいし、おやおやー。
ゲーム。わーいえー。よし、ちょっと侍だったのはいいけど、レベル補正がかかるから、ちょっとキジニャンもちょっとレベル上げて、それで地獄に行きましょう。変換でる。井戸に行くだけだからゴミは別にいらないけど、いらないけど、まあ明るくしとこう。よし、はい、下に5回で、ヘイガンデンルー、3の1、東に23で南に行きた。テレポート。デルデル。あ、 B だっけ？19に落ちてるね。やっぱりレベル補正があるから、レベル1だと19しか与えられない。かけなくてもいいんだけど、あ、かけてないよ。いや、かけてるか、かけてるね。あれ、さっきキジ太郎でレッテルオーじゃなかった。侍になって装備できなくなったのがあった。ああ、ヒータープラス2って装備できないんだ、侍。ヒーターできないんだね。ヒーター装備できないの、侍さんは。ああ、ヒーターできないんだね。侍で、ヒーターってなんだっけ、シールドだっけ。侍さんで、ね、装備できるシールドちょっと買わないと、まあ、買うより、ドロップ品を狙うか。そういえば地獄へのマロール直行便ができてたような気がします。あ、マロールで7回まで行けます。ああ、地獄は行けるんですか。7回は行けないんですよね。あ、地獄をマッピングしてないからあれだ、マロール
マッピングやろうと思ったらね、そうですね、あれなんですよ、地獄はちょっと広すぎるんで、なんかいきなり今座標が被害、無理ですね、50、50なんですよ、これや、広げてるのが、あ、西に44だから、西に44の東に45まで、で、北にいくらまで、北に50、南に49なの、南に50かな、南に49なんで、どうしたら地獄いきなり80、東88とか出たから、僕は。いきなり東アジアにまたこれマップ広げたらまた今度座標がまた、まあ、この今までマッピングしてきた地下7階までのねマップがずれちゃうみたいな気がするから、ちょっとマッピングしてないんですよね、地獄は。まあそんなに広くなかったですよね、地獄ってね、なんか一本道っていうか、あ、なんかダメージ受けた、こしゃくな。だからまあマッピングは地獄はしなくていいかな。座標がへんてこなだけで広さはさほどでもないですね。確かそうですよね。まあ、6階から7階は地獄まですぐ早いですからね、まあ、まあ、行き場所が4箇所あるから、その4箇所によってちょっと微妙に落ちる場所が違ったらちょっと若干めんどくさいけど。行くのは簡単、帰りがきつい地獄なのかな。帰りも白いのね、直行エレベーターというか直行ワープがあるから、まあ、敵が出てくる敵がね強いっていうぐらいですかね、やっぱり。何回戦ったっけ、もう10回ぐらいつってますよね。よし、ちょっとキジニアンレベルアップしに行こう、帰ろう。地下777は上への階段があったので、煙火さえなければね。え、一回直行便がありましたからね、なんかね。あ、あとあれだ、一回行った時にバフが消えちゃうから、最初はバフかけないで、地下、地獄行ってからね、魔法バフを引くとか、ああいうのかけるということですかね。よし、ちょっと帰りましょう、一旦。そして地獄だ、レッツゴーピクニック。変換出る、帰りましょう。あ、その前になんかさっきなんかブレス吐かれてダメージを微妙に食らっちゃったから、答えを見つける俺たち、へが出る、へが出る、はい、上に5階、でここ23ですから、西に23ですね、で北に1と、あ、北2になってる、危ねえ、ずれてる、危ねえ、はい、まあ北にずれても別に石の中には入らないか、でもよし、OK、
一気に目が覚める発言。わら。一気にどれくらいレベル上がるかな。にゃーのー、一年成長した。力、知恵、生命力、1ポイント1。にゃーのー、はい、再び成長した。進行心、素早さ、運動強さを得た。1ポイント1ポイント得た。にゃーのー、力を得たが知恵を失った。進行心、生命力を得たが素早さを失った。運の強さを得た。新しい呪文を覚えた。1ポイントは1。にゃーのー、力、知恵、進行心、生命力、運の強さを得た。1ポイントは1。にゃーのー、力、生命力、運の強さを得て新しい呪文も覚えた。1ポイントは1。にゃーのー、力、知恵、進行心、生命力を得て新しい呪文も覚えた。1ポイントは1。にゃーのー、進行心、生命力、素早さ、運の強さを得て新しい呪文を覚えた。ヒットポイントは1。にゃーごー、力は得ない。知恵、素早さ、運の強さを得た。ヒットポイントは1。あっ、ここで打ち止め、8レベル上がりましたね。27,016 ポイント。10万。おっ、デスラさん上がった。1レベル成長、知恵と運の強さを得て、ヒットポイントは1。9592。あ、コブラに上がるな。3505。7万3000。あ、ちょっともうちょい上げとくか。キジニャンいくらだっけ。2万7000だから、5回、うん、5、6回だ。5、6回で上がるね。10上げとくか。いい稼ぎは、はい、で B に戻るとすると、でんでデンスワンプセン。なかなか交換戻りませんね。交換どうやって戻ったっけ。なんか普通に適当に戻ってましたけどね。まだキニヤンダメージ与えてる。機嫌が悪いのかい。なんかね、音が消えてもなんかしばらくしたら治ってましたよね。城に戻ったりしてたらね。今日戻りませんね。リーダーの73ポイント。
ットしたら治るかな。それはまた CD 音源に戻したら戻るかな。内臓を久々に聞きたかったんだけど。効果音消失バグが出てきて、よし、これぐらいやったら金ちゃんも OK でしょう。にゃーん、ごーん、ちょっとここちょっと埋めてみて。僕はね、にゃー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 ん、23ですね。で、下に1上がって、で、上に行くと。一流成長して知恵素早さ運の強さ新しい呪文を覚えた。1ポイント1ポイント得た。次のレベルまであと36,145。あ、一流目しか分からなかったの。パチパチパチを一流目だった。もう10からそんなにあれだね。まあ一気に上がることはないか。ありがとうございます。コブラには知恵と信仰心を得た。1ポイント7ポイント得た。ロミナは力と進行しねえだ。1ポイント1ポイントしかいなかった。よし、ボルタックでキジアンなんかシールドない。シールド キジアンターゲットシールド、ターゲットヒーターシールドダメ。シールド2枚しかないの。ターゲットとあれしか。あ、ターゲットプラス1があった。ターゲットプラス1があるね。ターゲットプラス1、ターゲットプラス1で1回じゃ。ターゲットプラス1、から待ち歩いて CD 音楽戻しとこう。戻しました。さあ地獄に行きましょう。地獄あ、そうだ、ここであれだね。かけなくていいですね。まずはマロールで。あ、ちょっと待って、ここでセーブしとくね、一回。あ、地獄でセーブするか、いっか。地獄で行った時に。地獄でセーブしとこう。どうせ。
速攻リセットになる時があるかもしれないから。はい、下に5階で、階段が東に10ですね。東に10、それから、南に27、南に27ですね。はい、そこに行くといきなり階段があります。7階へのね、階段が入ってることします。はい、ありがとうございます。で、地獄に行きますけど、ちょっとセーブして、あ、まだ効果音直らないの、おかしいね。効果音消えますね。はい、地獄にじゃ落ちますよ。ここは地獄ですね。さてが、レッツゴー。地獄アドマヌ。はい、君の足元の地面には次のような焦げた文字が焼き付けられている。ようこそ死すべき者よ。これよりピッツ・オブ・ハデス。イエス。さあ、ここでバフをかけましょう。デスラさん、ひえラトマピック。ロミルはイエス。あ、マポフィックね。マポフィック、マポフィック。リトフェイト。オッケー、さあ地獄探索だ。その前にセーブしてね。よし、レッツゴー。左壁触り棒で、左壁触り棒で、左壁を触っていく、左壁を触っていくスタイル。左の壁を触りながら、あれ、なんか短いなと思ったら、あれ消えてるじゃん。あれ、なんで切れるの。地獄に落ちて、あ、歩いて切れるの、ひょっとして。ひょっとしてちょっと地獄で、それともバフかけられない。え、地獄でリセットかも。地獄で、地獄落ちてから貼ったのにね。一歩歩いてからかね。かかってないね。ここで、ここで貼らないとダメなのかここだったら大丈夫じゃん。もったいないね、もったいないね。2回かけたね。出鼻をくじかれる。あれ、かかってない。あれ、地獄でかからないの。かかってないですね。地獄かかってないよ。かかってませんね。うわ、火炎7、火炎7でちょっとダメージ受けた。あ、でも効果戻ってきた。効果復活した。なぜかわからんけど効果戻ってきました。戻ってきたぞ効果。あ、ここがあれですね。エンカウント来い。ん、ザ・ゴースト・ネスト、罵声と幽霊。なんだこれ。マネーズ・サーキュービー。
Whoa, yes! 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 プギャップ。まで殺した。まで殺した。サキュバス殺した。あ、サキュビってなってるけど、こっちだとサキュバスになってるね、ちゃんとね。上だとサキュビになってるけど、戦闘シーンのメッセージだとサキュバスになってる、ちゃんと。まで殺した、OK。先ほど OK。OK! だから、バコタイム!ラビスパイン、間違いね。OK。お、イクイップメント!てってれってーん!え、な、近づいて、なに?ロビーズゴースト、マンフレッティーズゴースト、怖いんじゃねえか?どうで?勝つでみよう。何かな?なんか去ってた。あれ?戦闘になったぞ。マンフレッティーゴースト。カツかけちゃいけなかったの?殺したら、あれなの?どうなるのこれ。ちょっと戦闘する気なかったんだけど。あ、ダメだ。逃げられない。攻撃仕掛けて逃げたんぷく。どういうことですかこれ。どういうことだ。殺していいのこれ。経験値はそんなにない。何だったんだこれ。殺しちゃいけなかったのかね。なんかゾウ。殺しちゃったけど。これだけですね。これここだけですよね。うちなんか買いの罠があったとこあった。なんかだ。奇襲かけてきた。なんだって。グレーターデーモンはロミナにのしかかって、キジタル引き裂こうとして。あ、そんな大したことなかった。ロミナちゃんはちょっと痛かったけど。過去ダイモン、過去ダイモン。デモニックフィギュア。あ、そうか、不確定名ですね。あれが、ラズマズクがかかってないから。ワン、ツー、ナイス、ソーナイス、フギャン。お、おいしい !13,401。パーサイオニクスだ、間違いね。何にもなし。僕、シカゴダイモン。シカゴダイモン。とっても大好きタコダイモン。とっても大好きタコダイモン。あんあんあん。とっても大好きタコダイモン。あーでもこいつら強いね。硬いんだよね、アーチデビルね。アークデビルか。インキュバス。グレーターデビル。あ、インキュバスいけないね。アークデビル、アークデビル。グレーターデビル、グレーターデビル。硬い。ああ、切りたら耐えられない。アークデビルを切り刻もうとしたがダメージを与えられ、まだちょっとレベル低いんだね。バーディアルは切りたくない。グレーターデビルが前に出た。うーん、男の友情。一人集中した方がよかったか。あ、でも切りたら耐えた。切りたら眠った。スラック石化デスラー影響がない。うわー、あーちゃんが前に出た。マジで直そう。
知人は眠ってる。すやー。おいえん。いかない、あ、いかない、いかない。シュワッチ。聞いたのが、なんか、ウルトラマンみたいな声を出して、消滅してしまった。一人集中した方が良かったね。なんかいきなりシュワッチって。最後の一言がシュワッチだった。いやー、やっぱ一人集中だね。一人一匹集中、とにかく集中して倒した方がいいね。あのアークデビルコンビやね。サラサラサラ。あとはもう魔法使い二人はあれ使い、ティルトウェイト使っといた方がいいかもしれないよ。オープン映画サラサラサラ。まあ5回の奇跡の泉につけらなんとかなる。うん、微妙あるけどね。来た、気象掛けだ。今度はうわー出た。あーマーフィーさん弱い。グレーターデビルの集中だ。一人集中。ウォンイエン。ラックスは切り刻もうとして127で死なない。230、あ230で死ぬ。グレーターデビルは弱いや。230だ。230で死ぬね。で吉見さんはマフィーで30で出てよし OK。 マフィーさんなんか緑になっちゃったね。前の方が良かったね。マフィーさんね。うん、うまい。間違いね、サイオニクスだ。な、宝箱ない。あら満タン、ひょっとしてアイテム。満タンじゃないよね。アイテムが出ないと、せっかくの77の中になのに。あ、ジャックとかも捨てていいんだね、これね。これ捨てちゃうカードね、ポイッと。あの、ハテナカードだけ持っとけば、と通過、あれだけどね。カード1枚だけでいいよね。あ、杖も1本だけでいいね、もうね、あそこの。杖も1本だけでいいよね。まあもうあれ持ってるからいいんだけど。またいたら孫さんで出てくるのかね。あ、交換地獄だ。あ、カエルの穴踏んじゃった。うん、早く。デモニックフィギュア。サイオニクスだ。ここはサイオニクスの穴が多いな。間違いねえ。お、アーマー。これ素晴らしい。あー出た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 。うわーこれはやばい、やばいコンビだ。みんな集中だ。ティルトウェイトかけろ。一撃で、わ
ら一撃で死亡。あ、そういえばこれ5はあれですね、 BC エンジン5は首をはねられたってないんですかね。一撃ではあるけど首をはねられないのかね。首を跳ねたって出ないんですね。ぐるぐる回ってた方がいいかね。ぐるぐる回ってたらちょっと目が回るね。目が回るから吹けば飛ぶような命の軽さよ。吹けば飛ぶような命の軽さ軽さよ。クローブですよね、ウサギちゃんに。ウサギちゃんがよく首跳ねてましたね。ワンツーは彷徨い歩いてる一段のグレーダーでも彷徨い歩いてる、彷徨い歩いてない人がいいね。来た、騎乗かけた、オッケー。カコダエモン、カコダエモンとか言い方弱かったね。ウォーイエンス、ウォーイエンス、ウォーイエンス、プギャップ。 OK、 カゴダイモン一匹。うまい、17,428 ポイント、うまい。間違いね、ドラゴンズアスプ。まあまあ、OK、ポイントが微妙にみんな減ってる。ちょっと回復するか。リアルマン、求める幸せ。よし、デモニックフィア、グレーターデモン、グレータードラゴンが、グレータードラゴンどうだっけ。オーイエス、オーイエス、オーイエス。デモニックフィア、これた。よっしゃ、これた、オッケー。まずまず。間違いねえ、ドラゴンダース、ドラゴンがいたんだからドラゴンの罠だな。おいし。お、シールド、いいですね。お、なんだ、オッケー。マネーズ、スペクター、1人一冊。マネを切り刻んで、マネを殺した、マネを殺した、スペクター殺した。オッケー、1人一冊成功。ラピススパイ、間違いね。何もない、ケチケチケチ。奇襲かけてきた、引き裂こうとして。アーサー弱い、おーダメージ当たられない。オッケー、過去ダイモン弱いぜ、過去ダイモンドラゴンネイチャー弱いぜ。オーイエンスプゲン、これじゃ、オッケー。あ、過去ダイモンがなんかのしかかってきた。チーン。弱いって言われたから、なんか過去ダイモン力士見えますね、なんかね。まあ、マジで締めた真っ赤な力士みたいな。
過去ダイモンちょっとのしかかってきたわ。のしかかりはちょっと強かったね。デスラーさんに上から、エドモンの本棚でね、あの X からぐらいからなんか空飛んでなんかのしかかってくる必殺技がね加えられましたけど、あんな感じなんでしょうね、おそらくね。あの技を食らって今デスラーさん昇天しました。実は3つの地獄の穴はそれぞれ別の場所に行くことになってます。あ、やっぱりこの間の穴と違うと思った。この間の穴はこんななんか変なさっきのねなんか NPC が いませんでしたからね。 NPC 殺しちゃったけど、カントジーンで生き返るんだっけ、 殺してもね。なんか出た、グレーターデーモン来たな。グレーターマンフレッティとあれは弱いから、先にマンフレッティとインキバスを殺してもいい感じ。その前に生きてたり、あ、マンフレッティ一発だったわ。あ、弱かった、よかった。うん、うまい、うまい、間違いね、マジックドレイン。おお、アーマー、アーマー来ましたね。あ、もう時間があれですね。武器がなんか武器欲しいんだけど、ソード来ないかね。もうキジタラ、キジニャンはいっぱい、ラックスもいっぱい、レスラーもいっぱい、兄貴はもう一個いける。兄貴いけるね。もう一回戦闘して帰って鑑定して、でアンケートタイムということですね、今はね。よーし、もう一匹なんかいいの来い。まあ、あの硬いコンビがなんかいいの持ってそうですからね。ん、モンスターが奇襲かけた。うわ、これやめろ、コブラにのしかかって、弱い、ダメージ与えない、オッケー、吉野控えて、うわー、396ポイントダメージどれぐらいですか、引っかかれて。にゃ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 って引っかかれて、猫がにゃにゃにゃって引っかかれたぐらいでしょうね、396ポイントって言ったら。396で。すさまじいダメージだったね、もう。吉見さん。ボロボロにされちゃう。引っかいて多分そのまま全部こなみじだけど。肉塊になってますね。肉塊ですね、これ300。グレーターデビルが、あー、デビル強いわ、デビル硬いな。ちょっと待って、デーモンは2発で確か死んだよね。サキュバスは1発で死んでしまうから、眠らないかね、眠らないよね。あ、これしとこねえだ。モンティならだ黙るだけ。何と水鳥犬ですか。なんと水鳥犬みたいな。ロッカラって何？あははははは、ケジ太郎様、シュワー。うわ。ロッカラで消滅か。さっきのやつか。シャオ。シャオ。梅原さんいらっしゃい。うおーい。一回だけ、あと一回やってやめようと思ってるのに。やめさせてくれないね、なかなか。キジニャー。トータルの死んだ回数は、おそらくキジニャンだろうね。キジニャンかな。ラックスも多いような気もするけど。個別に数えておけばカウントしておけばよかったね。
こい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 。玉点に帰ってしまうキジニャン。玉点に帰ってしまう。出てこないね。帰ってこない、ね。あら、演歌すごい出れてるじゃん。ウィンドウ閉じ演歌とか、振り向き演歌とかいろいろエンカウントあるのに。あ、来た。はい。あー、さまよい歩いてる過去大文でした。さまよい歩いてなくていいから、普通の演歌でいい。来た。スペクター、あー、これ弱いね。弱いから。弱いですね。経験値も大したことない。エレクトリックボルト。お、ソード手に入れた。よし、これで帰ろう。帰りましょう。よし。最後に。答えは真実男。よし、最後に鑑定して終わりましょう。ちゃんは一レベル成長して力素早さ運の強さを得て新しい呪文を覚えた。1ポイント1ポイント得た。男の真実とは一体。ラックスは一レベル成長して信仰心運の強さを得て新しい呪文を覚えた。1ポイントは1ポイント得た。デスラ30万、コボラ2機は99,721、ロミナちゃんは178,716。よしみや、一レベル成長して力運の強さを得て新しい呪文を覚えた。1ポイント1ポイント。次のレベルまであと208,211。さあ、鑑定タイム。バンジョン。今回の鑑定やいかに。エクイプメント。シールド。アーマー。アーマー。あ、何も持ってなかった。そう。バンジョー。ブレイサーズプラスワン。ヒータープラスツー。レザープラスツー。プレイトベルオープラスリー。レザープラスツー。オディンソード。おじさんのソード。おじんソード。オーディンソードかな。オーディンソードか。おじんじゃない。オーディンソード。オーディンソードね。オーディンソード。これ結構強いんじゃない。オジン。最強の剣。オッケー。おでんとかじゃなくておでん。おでんでもおじんでもなくオーディンですね。オーディン。最強のおじん。オーディン。これはいいですよ。武器ちょっと PC エンジン版の5。武器。おう。おう。
ここにいたのは。エロ文献かも。おお、15から35ですよ。すごい。15から35。にゃーってことで、キジナンがちょっと星等に見てんね。いや、ロードしか持てないじゃん、これ。L だ。ラックスだ。ラックスしか持てないじゃん。ロードのみ。誰かレーザープラス2は、レーザープラス2はみんな持てる。魔法使い以外はみんな。あ、侍はも装備できないんだね。マイナス4。魔法使いできない。兄貴はできないよね。ナーミサバの剣とかゲーム世界にはあるし、おでんソードもあるに違いない。あ、兄貴レーザープラスだ。兄貴レーザーなんだらいいね。じゃあいらないか。はい。いりません。うん。サバの剣とかある。サバの剣とか。プレイトメールプラン、プレイトメールはラックスさんはプレイトメールプラス3でしたね。あ、ブレイサープラス1。ブレイサープラス1だったね。串団子の双剣とかもあったから。串団子の双剣。ブレイサープラス1持ってるね。あんた持ってるか。オーディンソードだけだね、収穫はね。よかった。最後に。オーディンソードが、もらえたぞ。ブレイサーとプラス1で、誰も、他に持ってるんだっけ。収穫あったからよし。よし。で、オーディンソード、特別な力。オーディンソードの特別な力は何ですか。お、首切り付属スペシャルは、バイタリティがプラス3 75% で消滅、毒の抵抗がある。あ、いいじゃないか。めちゃくちゃいいですね。よし、じゃあここでね、セーブして。あ、ちょっと待った。今度、もしまた、レベルを上げたいなと思ったときに、あれだから、いらないものは売っとこう。75% で消滅とな。75% 消滅。あれ、使用したらね、スペシャルパワーを。よし、あといらない。はい、オッケー。消滅。ラスエクスクラメーション。うん、ラスエクスクラメーション。常に 75% の危険があるのかと一瞬思っちゃった。いやいやいや、スペシャルパワー使った後ですね。100% の確率で消滅するやつと 75% でね。アスキーアート省略。よし、じゃあ最後にエンディング見て終わりましょう。よし。禁断の技ですね。よし。まあ武器で装備しといた方がいいですよね。セーブして。よし。さあ、その間にアンケートを用意しましょう。はっはー。長かった戦いをさらば。長かった戦いをさらば。何度も何度も消滅しかかったり、ね、消滅させられたり、いろんなことがありました。いろんなことがあったってよ。吟遊詩人さん、私たちを称える歌を語り継いで歌い続けてください。わかった。男だらけの運動会の歌を作ろうじゃないか。イエーイ。なんか忍者みたいな人がいるね。忍者、うち忍者いなかったんだけど。女もいそうですが。ねえ、
女性を ロミナちゃんがいたからね。ロミナちゃんがいましたからね。女性もちゃんといたんですけど。ね、このパーティーのロミナって女性だったんですか？女性ですよ。女性よ。でん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 。でん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 。やっぱあのロミナだったのか。そういえばみずみずしいロゴでいいですね。ボイスでもあるかと思ったらそこは原点に忠実なんですね。ここは忠実ですね。ここはね、ボイスがあるとこちょっとちょこっとだけありましたね。ボイスね、喋ったりですね。ボスもちょこっとだけ喋ったり、全部のセリフは喋らないですね。喋らなかったですね。オカマバーで働いてるギャンブル好きのお兄さんじゃないんですか？オカマバーで働いてるお兄さんじゃなかったですね。どれかな？ゴハアクセスって会社が開発したみたいですね。14は違うのかな？14はどうなんですかね。14なんだっけ。14マックスだっけ。あ、でも一応パスワード使えるみたいだから、一応アクセスはアクセスじゃないですかね。インターフェースとか変わりましたけどね。軽くなりましたけどね。プログラマーさんが違うんじゃないですかね。変えたか、それかプログラマーさん同じだけど、なんですか、ちょっと5はロードが多かったっていうのもあって、よしか、ね、ちょっと作り変えようかみたいな感じだったんですかね。どうだろう。はい、それではこの9本でございますよ。一番新しいので2016年、一番古いので、2012年とね、4年の差はありますね。どの9本かな。さあ、この9本いい気がしますね。オープン。さあ、いきましょう。1枠目、パソコンから移植されたRPG、赤毛の、ね、男アラン君が、ルシエルとルメールのラメールのなんか魔性の謎を解き明かす一人の男の物語、魔性電気ラ・ヴァルー。竹まおいですね、このブロックはね。2枠目、少年と少女が、宝探しを、に出発した、してから、大きな事件に巻き込まれていくね、大きな巻き込まれ方、アクション RPG、ルイン、神の遺産。3枠目、聖夜の夜に捨てられた赤ん坊が大人になって復讐のために、旅立っていく、聖夜物語体験版。4枠目、ちょっとエッチな男と、ちょっとエッチな女が、惑星で出会って、それから、宇宙を救う旅に出る、スターブレイカー。5枠目、ロードス島で、起きた戦争を、6人の勇者たちが解決していく男の物語、ロードス島戦記。6枠目、コドミックハンターのユウ君が、惑星で出会った一人の女、その女は一体何なのか、コドミックファンタジー。7枠目、あの天外魔教2で、活躍はあんまりしてないけど、ちょっと、活躍した。不運、歌舞伎が、今度は、イギリスに行って大暴れ、不運歌舞伎伝の、
体験版、体験版内で、体験版内でイギリスには行けない、イギリスには行けないで、京都の上皇屋敷まで、大暴れ、歌舞伎での体験版、それから8枠目、あの、スーパー CD の傑作、天外2とドラゴンスレイヤー英雄伝説の、序盤1時間程度が遊べる体験版、これはお得だ、そして9枠目、一人の男が村を襲われてお母さんが殺され、あ、お母さんが石にされ、小さな男の子が殺されてしまった。俺は復讐の旅に出るぞ。スタートリングオデッセイ。この9本でございます。はい。よいしょ。体験版クリア後に、まあ本編継続になると思いますけどもね。はい。おそらくね。どっちがいいですか？継続がいいか、それともまた暗記し直しがいいか。はい。それでは、ジングル流しましょうかね。わらわら。ジングルを流しましょう。で、でんででんでん。継続がいいなは。体験版からの本編の流れ。体験版から本編になるんじゃないでしょうかね、おそらくね。継続でいいような。継続でいいような気がしますね。アタック！ゴー！テレレー！はい。行きましょう。あ、スーパー CD ロム体験版の方はね、継続はちょっとね、展開2はならないと思います。あ、エーデン系、エーデンはもっか。はい、何になるかな、次回の RPG ワーク、9月の、あ、カレンダーめくってなかったわ。9月の、ですから、何日だですか7日ですか、7日から暴れるのはこのソフト、わらわら、今日から9月だったわ。1番だー、むむむ、魔性戦記だー、うおー、1か、スターブレ、ロードスト、コズミックファンタジーが並んで、漁夫の利で魔性伝記ですね。ラバルーおめでとう。アラン君の大冒険、アランだったよね確かね、アラン君が大冒険します。これなんかブログに書いてたっけ、どうだったっけ、メモってはなかったかな。はい、というわけで、次回からは、高画像作業のラバルーね、綺麗に分かりましたね。実質良いんですけども、実質4人いや、結構頭はね、そんな声じゃなかったと思いますけどね、確かね。あ、当時何年だっけ、これ。2012年だからフルボイスじゃなかった時代のことかもしれないね。2012年ですからね。まだフルボイスじゃなかったかもしれません。はい、これね。頭の悪いキャラとか、この頃この頃まだ頭が悪いキャラクターでいなかったような気がするんだけどね。いつから頭悪くなっちゃったんだっけ、いつ頃からかね、フルボイスになりましたからね。はい。声がどうなるのか。わらわら。はい。あ、主人公のセリフってこれなかったかもしれない、確か。主人公のセリフなかったよな。高画堂4 Beautiful Human Life とね、高画堂さんの第1弾ですね。魔性伝記ラバルーをお送りします。はい、ご視聴ありがとうございました。ウィザードリー5はまたね、レベル上げで会うかもしれませんね。また。ありがとう、ウィザードリー5。ありがとう、6人の冒険者たち。はい、おでした。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 はい、おでした。おつです。はい、おです。おつ。はい、おつ。はい、おでした。おつおつでした。おでした。クリアおめでとうございました。ウィザードリーフォーエバー。ラバルーは2012年ですからね。12年ぶりのクリアアークになります。超久しぶり。12年前だから全く覚えてない。なんか、夜のガイフレームでまたお会いしましょう。どっかで迷ったのは覚えてますけどね。はい、夜のガイフレームでまたお会いしましょう。どっかなんか詰まりポイントがありましたよ、確かね。なんか詰まってたところがあった気がする。